てるので、わー、手が暴れてる、手が暴れてる、腕まで動かします。セカンドソニットです。どうぞご覧ください。ここでやるの2回目なんですけど、オープニングを実は紛失いたしまして、オープニングを紛失っていうかデータがね、データが破損しちゃって、ちょっともう破損しちゃってなくなっちゃって、オープニングだけ皆さんこれ取り直しなので、はい、ご了承くださいませ。だから多分このオープニングの時と施術をしてる時の服装は違います。違います。ということで今回の企画は利活です。もうなんで今日やりたいもんね、またやりたいぐらい。そう、本当だね、うん、今回はですね、新大久保にある、はい、ビアンド兼ビューティー&ヒルスというところに、来ております。もうやってきてるんでね、すごい良かったっていうのはもう先に言っちゃうね。でも韓国 ID、うん、美容整形クリニック、そう、これも ID 美容整形外科ってすごい韓国でめちゃめちゃ有名な美容外科さんの、うん、それは多分見てもらったら分かると思う、うん、そう、公認で確かね、なんかそうあるんでね。そうかそうか、もううちらやってきたので、そうなんです、本当に良かったです。めちゃめちゃ良かった。まあでもちょっとカウンセリングというか、うん、スタートでこう説明とかもちょっと消えちゃってるんで、それも聞きに行きたいと思います、はい、はい、それも取り直しです。取り直しです。はい、では行きたいと思います。行きます。まあ楽しみ。はい、はい、ということで今回ですね、お世話になる方を紹介したいと思います。ビアンド兼の山田先生でーす。こんにちは、よろしくお願いします。やっぱりなんかそれぞれの悩みがあります、はい、って聞いております。はい、どんな悩みで。僕は基本的にこの首より上、顔周りが気になって、結構なんかここのたるみだったりとか大きさとかが気になってるんで、うん、顔をやりたくて。まずゆきさんから始まりますね。はい、今こう正面見るとまっすぐ見るって少し申し訳ないんですけど歪んでおります。こっちがちょっと大きくて、こっちがこうスッキリになってる、シャープになって、こっちはちょっと大きいって感じで、今皆さんそれぞれ歪んでるんですけれども、髪型、歩き方とか座り方とかいろんな影響あると思うんですけれども、まずこっちからも少しむくみあるじゃないですか。多分なんかこんな感じとか、うん、そう、重いって。ああ、確かに、うんうん、こっちのコルとかはある。そうですよね、コルギは骨と筋肉をアプローチして矯正するって感じの接種なので、まず歪みから直して配布で小顔にしますね。コルギってでも痛いイメージがあるんですよ。痛いイメージがあるんですよね、うん、なんか芸能人がわーとかテレビでやったりとかするんですけど、うん、日本で流行ってるコルギでそこまではしないし、骨格が弱い、うん、日本の方にはちょうど合うと思います。なるほど。でそれでゆきさん今少し、まあ、お化粧 の残りとかあるって、少し顔が荒れてるの、荒れてるので水玉でちょっと肌をみずみずらしく、うん、しますね。嬉しいです、肌質改善も。ごめんなさい、達也さんか。達也はやっぱり人ボディがちょっと引き締めたいっていうのと、あとやっぱりお尻もキュッとやっぱさせて、お尻アップ、ヒップアップとかになったらいいなと思ったりとかしてます、うん。まあ、最近流行ってる、うん、いろんな送信機械あるんですけれども、うん、超音波、高周波、中低周波に分かれてます、うん、キャビテーションだったり、はい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 、脂肪細胞を壊しますよね、はいはい、で高周波は皆さん今分かるエンデモロジーとかインディバとか、うん、ハイパーナイフとかなんですけど、ね、ハイパーナイフは日本の会社からので、日本の方の体温とかでちょうど合わせた機械なんですよね。それを今日使ってとりあえず脂肪連鎖させて、普段運動します？しないです。しないんですよね。中低周波は今芸能人たち EMS とかすごいやってるんですよ。ただ送信よりは筋トレのためにですよね。だから普段運動しない筋肉を引き締めて、インナーマッスルとか動かすんだ。なるほど。アフトマッスルとか同時に鍛えてきますね。でそれが今回パイラソットなんですよね。出た。でそれでコルギで体のラインを整えてアップをします、ね、なるほど。体ボディもコルギするそうですね。まあもうやっていただいたので知ってるんですけどね。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。皆さん最初のゆらしから軽く始まりますね。よろしくお願いします。はい、気持ちいいこれ。おおすごい、気持ちよさそうね。気持ちいいよ。でしょうね。なんか揺らされてるけどマッサージもされてる。いいかーっつって。
これは何ですか？ジェル。ハイラジェルです。なんかあったかいんだ。ああ。へえ。ヒヤッとするかと思った。冷たいやつじゃない。それでやるんだ。レベルテストします。どうですか？もっと強くてもいい。これがノーマルぐらいなんですけど。全然強くても平気そうです。はい。一番最初だけちょっとビクッてするけど。そうですね。何？ちょっとビリッピリってくるの？うん。おお、見えてる。12だった。さっき1だったんですけど、エステシャンがレベルを上げながら下げながら接種したじゃないんで、それが普通じゃないんですか。で、これエステ協会で初で自分勝手に操作してくれる。自動で。その場所によって。場所によって。ちょっと痛いかもしれない。痛いっていうかビリビリ。ビリビリ。最初だから慣れると思う。最初です。下げましょうか。いや。慣れます。慣れます。なんか感じたことない感覚だから。そうですね。うん、熱くもないし、うん、暖かくもないし、痛くもないし、うん、おかしいんですけど。ビリビリビリって。でも やられてる感とかはすごいあります、ね。すっごいやられてる。これすげえぜ。すげえよこれ。気持ちよさそう。すげえやべえ。気持ちいいよね。気持ちいい。超気持ちいい。これもピリピリするやつなんですか？温めます。温め。どう立つよ。え、もうやってんの？機械で？ハイパナイフ。あったかいです。あったかい。気持ちいい。人のぬくもりを感じる温かさ。男性、女性、やっぱ女性の方が多いですか？女性の方が何歳ぐらいの方が多いですか？うち40、50代の40、50代、やっぱりこう一つのエステサロンでずっとケアされたりっていう、ずっと通ってる方が多い。へえ。うわー、じゃあハイパー外からいきますね。うわー、そこまでもこうやってわーっていう人います？あまりないです。おー、すごい筋肉が動く。おー、あ、これでまたソードもやっていくってことですか？そうですね。へぇ、もうお尻がヒップアップってことですか？ヒップアップですね。嬉しい、ヒップアップ。おぉびくってなるのよ、これで私は綺麗になるのね。どう、リンパ流れてるって感じ？見てて本当に気持ちよさそう。本当に気持ちいいよ。クロノには第二の陳情って言いますね。へぇ、だから顔がむくんだり、気分飲みすぎ、はい、働きすぎ、あとストレスしすぎとかだったら、ふくらはぎと顔を一番むくみますね。あー、そうですか。僕のふくらはぎはむくんでますか？むくんでます。あ、ストレスですね。至れり尽くせりのコースだな。本当ですよ。おぉ、すげえ、すごっ。今手でやってんの、うん、手じゃないみたいになってるよ、私の感覚は。マジで？もう肩甲骨剥がれてますね。へぇ、こっち高いんですね、やった。あぁ、ほんとだ。でさ、ここ高さ全然違います。わかります、達也さん。わかります。うん、違うんだ。自分でわかるんだ。この機械は本当に最初びっくりしたけど、ちょっと慣れてくると。苦痛になりそうです。ああ、気持ちいい。気持ちいい、気持ちいい。うわ。お腹すげえ。寝てるだけで今筋トレしてるみたいなってことってすごいよね。寝てるだけで筋トレですね。ワールドビューティークラスよ。皆さん、あともう一つお気づきでしょうか。脇毛がありません。本当だ、すごい。おお、手が暴れる、手が暴れる、手が暴れる。腕までおかしくなって。無意識。あの、
巻き爪こぎすぎやった。そばゆくてってこと？全然あ筋肉が、うん、動いちゃう。筋肉のそう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 、あの自分でやってるわけじゃない。で脇までやってくれるところってなかなかないですよね。そうですね。ここまで機械入るんですね。そうですね、珍しいです。珍しいですよね、うん、うわーすごい。うわおー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 おおおお、気持ちよさそう。なんかドゥン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 。すっきりしてる。お疲れ様です。お着替えお願いします。閉まった感じします、うん、どうですか今のトータルビューティーフェイシャルを。フェイシャルです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ポテトの味軽く揺らしから体負担なく始まりますね。これもコルギですか？揺らしです。顔を揺らすんだ。えらほほほね。ピコチュー前もね。癒されただけでもなんか気持ちいいわ。上に持ち上げた時の顔すごそう。あ、こっからこの毛だ。詰まってます。詰まってる方がちょっと痛い気がする。なんで？まだ全然痛気持ちいいぐらい。はい、久し、うん、反応終わったって、うん、早っ。あ、すごい見て。お、すごい。上がってない。うん。すげえ。でも一人ではできないもんね、家で自分で。いや、確かに。逆に誰かがやられてるとこ見たいわ。どういう顔になってんのか。うわ、今のエラだ。エラですね。ほんとすごい。すごい。すごい。痛いよ。痛いですか？いや、なんかまあ痛いとこは痛いけど、なんか詰まってるんだなと思って、全然流してほしいと思う。すっごい、パン生地になったけど。うん、こねられてる。指の動きすごい。うん、気持ちいい。自家製耳の後ろ、リンパのところとか、油溜まるところだですよね。本ケアでもしっかりここだけ洗ってくださいね。ハイフのヒリヒリ感のダウンタイムとかをなくすためにうちは 90% アロエジェルを使います。いい匂い。じゃあ行きますね、はい、うん、唇まで行きます。できるんだ唇も。水分を調整にさせてチンピスの中に入れます。へー、あ、本当だ、あったかいだっくら。へー、結構赤みとか手処のりがちょっと良くないとか、肌が荒れてるって方はすごいですね。赤み結構気になるから嬉しい。じゃあパックなんですけれども、はい、先ほど言った ID のやつ。 ID のやつだ。うわ、超高級。お、高級パック。日本の方結構初めて見たと思うんですけれども、韓国エステサロンではこれあの普通でしたんですけど、イオン導入って聞いたことありますよね、はいはい、イオン導入って普通にもうエステさん、施術者が回しながらあのお客さんは捕まってって感じなんですよね。これプラスマイナスイオンが直に一気にできます。あ、でもなんか微妙になんか
流れてる感があるかも。すごい背中までやってくるの。これ気持ちいい。ID 尽くし。この ID のやつ。これも ID よ。じゃあ最後にトゥサンコルギ、ヘッドコルギですね。泡を見せたいです。おお、すごい。もう一回ここからいく。おお。うわ、想像以上すごっ、すごい気持ちいい頭。すっごいなんか中に入ってる感じ。ありがとうございます。すっごいスッキリした。じゃない普通に。マジ？うん、いや、いい、スッキリしてる。普通にしてる。気持ちいい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ということでございまして、はい、私とゆうきは、すべて立ちは体、ゆうきは顔、終わりました。ありがとうございました。改めてちょっと今日ちょっとここに今日ありがとうございました。ありがとうございました。あ、もうなんかもう先生マジで有名な先生みたいで、韓国のコルギとかの大会とかでも優勝とかも。そうそう、若い頃。すごい。今若いですよね。すごいよね。だから本当にね、顔も、私顔のコルギはやったこと昔やったんですけど、他のところで、うん、体のコルギをやったのが初めてだったから、すっごいスッキリしちゃって。ゆうきさんどうでした？いや、顔もめっちゃまだと思う。触っただけでトゥルン感もあるし、羨ましかった。ラインも目の開きがマジで違う。そうですね、眼筋とか、結構目の下とか結構疲れてらっしゃって、ちょっと痛かったですが、やっぱり疲れていたりとか溜まってると、ね、やっぱり若干の痛みがあるっていうね。あと、韓国では当たり前だけど、そのマスクしながら4度ね、ね、それ初めてやりました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。概要欄の方にですね、はい、詳しい内容貼ってありますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。行った方がいいよって、綺麗になりましょう、みんなで。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバーイ。バイバイ。男は度胸、女は愛嬌、おかまは最強。乾杯、疲労困憊、将来心配。ブス、アフターブスね、背負い投げ、のけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎。